はい、どうもタイガです。今回ですね、まず見ていただきたいのはこちら、経験値がたまりにたまっております。白レベル見てほしいんですよね。99であと1回、トマトでもね、上げちゃうとレベル上がっちゃうんで我慢して、もう満タンのままな、満タンでオーバーしてますね今。トマトよりも訓練所からね取って白レベル100だったら嬉しいなと思ったんで、もうスクショの準備もできてるんでね、やっていきます。さあ行くぞ、押すぞ、押すなよ、いや押すなよ、押すなよ、押しちゃう、やったー、100レベル来ました。3区だ、とうとう白レベル100、おめでとうございます。ってことで、ロックマンにねトマトにあげようでですね、今回は、まず一つ目はこのレベル達成したことをね見ていただきたかったのと、あともう一個ですね、はい、リョートンさんが、ランカーのみの猛者トーナメントを開いていまして、まあ、お誘いいただきまして、それに出てきます。はい、ってことでですね、出てくるんですが、補欠変えないとな。どうしようかな、これでいいかな。はい、ってことでやっていきます。今回ですね、ランカー限定の猛者トーナメントらしくって、メンバーがやばいですね。だいぶ豪華なんで、ちょっと気合い入れていきたいところ。レッドラットレントでやります。お待たせしちゃいましたね。デョートンさん、アールさん、サブローさん、ヒビさん、ジンさん、カルトンさん、アポストロフィーさんと、自分ですね。さて、一回攻めか、いきなり。いきなり一回攻め。これ負けたらこの動画、ずっと、ね、自分いない中で実況しないといけないよね。一番苦しいやつだ。まあ頑張ろう。さて、アポストロフィーさんね、キメラサタン使ってるイメージなんですよ。なんでサタンに対してはレドラが有利なんですけど、まあキメラにね処理されちゃうんで、それをねどうかわせるか、手札次第。火力欲しいっすよね、やっぱ。いやー、行くか、行っちゃおうか。ちょっともうこれ以上回すのはちょっと怖いっすね。相手のキャラを奪って立ち回れたらいいかな。太っちょがいるのか。ってことはまあ砦は取られちゃうんで、まあでもパンダとね小玉がいるんで不利はつかないですけど、この太っちょをねどう処理するかですね。あ、取りましたね、ラッキー。そしたら小玉いっちゃおう、よいしょ。ここで小玉にもう一体取ってくれたら、もう一体取ってもらいたい。取ったら神。あー最高、神ゲーしてますね。トッチョのおやつもう一個どこ。ここら辺に落ちてんのかな。あ、落ちましたね、よかったよかった。さて、ここはねパンダ置きます。まあ剣士でもよかったんですけど、パンダ置いちゃおうかな。ユキンコが強いですね、いい仕事してくれる。でもう一回太っちょをね奪おうかな。さあここでやつが出てくる。さあここですね、差し込まれちゃうんで、ここで抑えましょうか、綺麗に。いい感じ。さて、綺麗に抑えていきましょう。できれば奪いたいところ。だから小玉、これで全部消費しちゃったんでね。奪ってほしい。無理か。残念。だまあ。よいしょ。いいですね。判定以上は持ってきますね。
さあワンパン入んないかな。あー無理か、惜しい。まあでも何度か判定勝利、1回戦突破です。キメラがね、下のパンダに誘導してくれたのよかったですね。それのおかげでレドラの間に挟もうかと思ったんですけど、時間かけられたんで、サタンが倒れるまでは、コスト使わずに済んで。はい、2回戦ですね、ジンさん対カルトンさん。ジンさんは言わずもがな、もう最強プレイヤーですね。多分ちびくろカニだと思うんですけど、もう常に1位独走してるプレイヤーなんで、でこれで2期なんですよね。バケモンっすよね、本当に。ちびくろがですね、最近底力出まして、それで、リーダーにしてるのかな。 かなり体感変わるらしいですけどそしてカルトンさんはスケルトンリーダー、この前ね、アビさんが下放されました。あの HP と、防御力が大きくアップから普通のアップに変わったのかな。まあそれでもまだ強いです。スケルトンはガチ。さて札を決めている。砦で2-2ですね。カルトンさんがちょっと砦で取りづらい、足からいたとしても。ジンさんこの出し方は足からいますね。さあ太っちょ剣士とゴブリンバイク、まあ、これ大砲ね、ジンさん撃ってきましたが、おっと取っていく、しっかり取っていく。2-2ですね。ジンさんちょっとなんか怖かったですけど、ここはまあ綺麗に2対2で取って、スケルトンで攻めていく。さあカニですね、跳ね返しが強い、本当に強い。これデス登場。このデスがね、どう活躍するか。ミニデスをね、量産できると本当強いんですよ。これゴブリンバイクとの相性すごいんで。さあただね、上の圧がすごいんで、それをどうするかですね、さカルトンさんは。まあもちろんここはスケルトン差し込んで、上はねあまりにも数が多かったんで天狗を出しましたが、さあしかし天狗がねこれずれてますね。守るために使ってるんで致し方ないところ。さあ全てきれいに処理されてしまい、ゴーレムがねあそこに残ってしまって、なかなか厳しいですね。カニは全部出ましたが、さあスケが復活している。さあこれやってきました。カルトンさんが手札がもう1枠あるんですけど、ユキンコか。でこれジンさんまだちびくろいんのか。ここまで抑え切って、今度もいた。これは厳しいですね、止まんないわ。お、倒してる倒してる。おっとコングが、いやこれどうだ、下に2体重ねちゃってるんで、あのちびくろ止める札がもうないんじゃないか。あのちびくろも止まんないっすよね、多分キャラいないっすよね。カルノさん、まあ、剣士を重ねるしかないんですけど、絶対的にコスト足りないんで。いやーこれは厳しいリーダーのちびくろを使われずにもやっぱ結構押し負けてしまって、まあ天狗がね、まあ、しょうがないですけど壁として置くしかなくて、でゴーレムをね横から差し込まれてしまって、そのままゴーレムに荒らされ、流れた天狗はケルベロスでも処理され、ゴーレムはなんとか突破しましたが、もう相手の撃撃を抜く札がなかったですね。で最終的にちびくろをドガンと。いやあのちびくろがえぐいな本当に。はい、勝利したのはジンさんです、おめでとうございます。いやカルトンさんも手札的にちびくろをね倒すキャラしっかり隠したんですけどね、コングとユキンコ隠して出したんですけど、下のラインはまあまあまあ、上のライン抜かれましたね。ユキンコの雪玉作って時間稼ぎながらコング差し込んだにもかかわらず、結局ちびくろが強すぎた。ちびくろ底力振ろうかな、これ強いな。さあ、3試合目、サブローさん対リョートンさんですね、主催のリョートンさんはオークリーダー。リョートンさんのオークを見るとあれですね、昔のオクナスを思い出しますね。オクナスでやってんのかな。でサブローさんはリーダーが、サイクロガール。裏は何だろう、サブローさんロボは裏なんだろうな。はい、砦をね、お互い足キャラはいないみたいですね。
サブローさんいつもこれやるんですよね。足からいないふりするんですよね。ただおラッキー、そう、リョウトンさんは多分足からいるんだろうなって読んで逮捕打てなかったですね。さあいきなりねサイクロガールを切ってくる。さあ奥ナスである。ナスを出していくが、ナスをね上に誘導してしたがロボが出てきてしまう。さあリリースをね横から差し込みたいところだが、あのリリースの位置はどうだ。差し込めるのか、ロボを殴ってくれるのか、その位置下に殴らないですよね多分。しかしナスが強い。ロボに関してはねもうオークとキャラ重ねでやれるんで、これはもういいですね。サブローさん隙を引いていますが、この数のオークを止めれる札があるのか。砦前のロックマンえぐいっすよ、あれ止められなかったら無理っすね。さあパンダを持っている、パンダを持っているがこの数のロックマンは止められない。さあ砦を取っていく。ここからはもうオークですからね、オーク止まんないっすよね多分。サブローさん今見てる感じ札的にオークを止めきれなかったのかな、札的に。UFO が、まあ、この前下放された内容で、まあ、コストがね今まではそのキャラのコストのマイナス1回復だったんですけど、今マイナス2回復なんで、パンダでもし多く倒せたとしてもそれで回収してってやったらコスト負けするんですね。どんどんコスト負ける。 そこがちょっとなかなか難しいところで。さあ勝ったのはリョウトンさんです、おめでとうございます。はい、第4試合目、日比さん対 R さん。日比さんはデスリーダー、デスを育ってんのか。で R さんはスケルトンですね。デスがですね、ギャグじゃないですけど、評価が結構バラバラなんですよね。弱いっていう人もいれば、強くないっていう人もいれば、まあなんか、なんだろうな、何と組んでも超強いとか、どんな使い方しても超強いみたいなキャラではなくて、ちゃんとデスにマッチした使い方をしないと働けない、まあそんなキャラなのかなと。まあ、その中でね、デス使うってことは、まあ、相当ね、もうデスの使い方を熟知してるというか、そんな気がしますので、ちょっと見てみたいですね、デスは。すごい気になるキャラなんですけど、ミニデス召喚。面白いと思うんですけどね。さあ、ハーピーを出していく。そして、太っちょ軍団が下のラインを行くが、ここはもうすぐにデス。そう、対中型、ここですね、ミニデスを召喚して、そしてバルーンも出してくるが、このデスは流れてしまうのか。さあバルーンは削ってくれますが、さスキルを連発している。スキルの連発がえぐい、なんだこれ。えスキルしか打たないんだけど、え何それ、えやば、えどうした、え追いよ、ちょっと待って、まだ大型1体目で日比さん。さあたまらずすぐにハーピーとスケルトンを2体重ねますが、もう1体大型を引いているので、もしくは裏なのでリリスですね、召喚し、リリスが詰まってますね。この位置強いですね。この位置はもうリリス一生殴るんで、ここで一生殴らして砦を削り攻めていきたい。さあリリスが前に行く前に砦を奪いたい。さあしっかり奪っていく。この後ねもうリリスはフリースペース流れますが問題ないですね。もうこのゴブリン UFO に大砲を撃つコストがもうきついんで、さあ火音波が入っていく。いやー強いなリリス、マジで、まあ、重ねはミスっていましたけど、無敵時間を使って召喚しようにもリリスのね小悪魔ってスキルがワンテンポ遅れるんで、うん、でカニも引いていると。あ最初からいたわ。しっかりね砦をカバーして、あとはダメージが入るか入らないかですね。ただここも UFO のね、ゴブリン UFO がね、いるんで、パイロットゴブリンが。無理っすね、これは。落城かな。デスがやばかったな。あんだけスキルしか打たなかったら、そりゃ強いっすね。えぐ。多分、裏引きとか、金バッジなしとかだと、まあ、スキル発動があんましなくて弱いのかもしれないですね。リーダーありきのキャラか、もしくは金バッジありきのキャラの
可能性はある。はい、では準決勝いきます。いきなりラスボスっすね。いきなりってか全員強いんですけど、対戦相手。さあジンさん、いやちびくろカニでしょ、レドラ狩られちゃうんで、それをねどううまくかいくぐっていくかなんですが、どういう札でいきましょうか。ちょっといこうか。ちょっとちびくろは魔導で止めれたらいいかなぐらいで、でカニはマーマンと中堅士いるんで、ちょっとバッジがねトレントの方に行っちゃったんですけど、まあそこまで悪い札ではないと思います。強いて言うなら、まあ贅沢を言うならばバットがコラボ猫とかだったら完璧でしたね。壁が張れないんで。OK 取った、いいですね、いい感じに相手にコストを1回分だけ使わせられたんで。でもまあまあ切ります。カニいるのは知ってるんですけど、え、札超かぶってんだけど、ん？あ、でも銃剣者いないか。さあ、それではね、削られてしまいましたが、このバットダブルいって、もう一体カニ来てくんねえかな。一体ずれてんですよね、カニが。あそこにずれていただければ、さあいい感じ。いいっすね、でもいい感じですね。ただあとはここをねやれるかどうかですね、問題は。天狗が来る、天狗が来ますが、さて、コスト判定があるんでね、どうすかね、これちびくろ切らないですよね、そりゃ。いや無理かな、どうかな。お、勝ちましたね、やったやった判定だけど、いやもうコスト判定、もう魔導もね出してるんでちびくろ流せないから、コスト勝ちのあれでやったっぽいですけど、なんとかいけましたね。いや多分最初の途中のあのバットと、いやバットが鳥で殴りながら、カニ殴りながら剣士出して、で剣士で止めようとするとバットが剣士と一緒にまとめて殴ってくれる、あの状態を作れたんで、バットが死ぬまで一生コスト勝ちするみたいな、多分そこでコストをうまく取れましたね。まあでも点は入んないですね、やっぱ突破できん。マーマンと銃剣士引いて突破できんすからね。いやまあその代わりマーマンと銃剣士引いて、攻め切られなかったんで、こっちがそこはまあ良かったかな。ヒヤヒヤするわ。さあ、準決勝第2試合、リョートンさんと日比さんですね。騎馬兵出して、まあこれは間違いなく日比さんが、砦を取れるでしょうと。でデスの強みなんですけど、もう砦最終砦しかなかったらもう出せば強いんで、アシケラは大事ですね。さあビートルを引いてる。オークはねビートルに弱いんで、弱いっていうのもあれですけど、絶対勝てないね。さあいいビートル。ただしかし一枠の中のうちの1体と1で、まあ、11交換してるんで、まあ、それがねどうなるか。そしてカニの出し方もうまいですね、綺麗に出していく。さあたまらずデスを出していく。さあデスソード
スキル封印が入るかどうか。まだ入らないですね。あ、入ってしまう。さあ、しかしこれはね、夏やれますね。シャークとデスで殴って。ただデスがもうスキル打たないんで、またこれもまた11交換ですね。さあ、オークも綺麗に止めましたが、この爆王子も、お、いいですね。あの、いい感じにアンチを引けてる。ただしかし今相手ね、マンドラいるんで、一体ずつ見ましたが、ここで砦を奪われてしまう。まあ、ここから押し返せるかどうかですね。ビートルで、オークは止めてますが、さあ、牙を持っているが、しかし、相手ね、オークもいるんで、このリリスが、いや、相手もリリス持っている。これはちょっと時間が足りないかもしれないですね。もうあと、オーク止まんないでしょ。見てる感じ、ヒビさん多分迎撃を引いてない。コロポックルしか。でも相手多く持ってるから、これこの後がもう多くに剣士出すしかないですからね。いや、突破できん、これきつい。いや、これ多くの強みですね。後半にもうキャラいなくなったら、あと押し切れますね。いや、強いな、オーク。やだな。え、待って。俺、レドラリーダーなんだけどさ。オクナスでしょ？レドラやられちゃうな。どうしようかな。まあ、オークをしっかり止めれるキャラを絶対に引きたいんですけど。さあ、勝ったのはディオトンさんです。おめでとうございます。決勝っすね、次。さあ、決勝戦。白レベル3桁になったんで、勝ちたいところ。さあ、レドラね、取れんとね。まあ、どこまでやれんのか。いやー、オークか。オクナスなのは分かった。小玉を引きたい。小玉と、あとクレフラとかね。コングも引きたいですね。あー、ナス。いや、悪くねえと思ったけど、マンドラは効かないんでダメだ。あー、あり、行こう。ちょ、砦がないんで、そこちょっときついですけど、あとキャラ数も多くないんで、小玉をね、いかにうまく使えるか。あと、コングで投げれるし、クレフラでも見れるし、何でも見れる。まあちょっと、偏りすぎかもしれないですけど、コングかクレフラどっちかにして、もう一本コラボ猫やったらもう100点満点の札ですね。さて、対オークなんでね、できれば取りたいとこあったんですけど、まあシャークいたら無理ですね。これしょうがない。でも2本切らしたんで、これでいいでしょ。さて、コングも引いているんで、あとはこれをね、どううまく立ち回れるかなんですが、レドラ、もうここはレドラっすね。この分だけ数いたら、いや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 、それはきつい。さあ、削られてしまいましたが、だいぶキャラを減らせたんで、まあ、よしとしましょう。さあ、取られていく。コースト足りず、取られてしまう。ここからね、巻き返せるかどうかですけど、ちょっと厳しいですね。あのオークをね、奪ってくれればワンチャンあるかなって感じなんですけど。相手もね、オーク持ってるんで、これは間に合わないですね。いやー、ワンパンが痛いですね。これワンパン防げたらいけたのかもしれないですけど、止められちゃいましたね、綺麗に。
いやーしゃーなし。いやまあ那須をねやりきれなかったのは痛いっすね。あとはここでクレフラをね出す前にマーマンに対してケイシ2体置いちゃったんですよね。あれがなければって感じですけども、あったんでしょうかね。さあ優勝したのは、リョータマさんですね。おめでとうございます。こだま頑張ったな今回。頑張ったよね多分。シャークとケルベと多く奪った。まあ3体使ってるけど、まあでも十分でしょ。クソ貸したかったな。よし、クソ悔しい。まあそんな感じでした。今回ね、モーサトナメ、リョートンさんにも許可もらってね、撮っていいですよって話だったんで撮らせていただきました。今回も、見てくれた方ありがとうございました。またよかったら見てください。白レベル100おめでとうございますってことで。お疲れ様です。